カンさん竹下通り行った時まだ砂利道ですか？え、砂利じゃなかった？砂利それ覚えてないわ。砂利はさすがにない。普通にあそこは商店街で魚屋とかあったって言う、まあ、それは絶対知らないわ。じゃあ砂利だったって言ってそれ知らない。 それなんかイメージがもう全く三丁目の夕日みたいな。でも医者とかあるじゃないですか、普通に中に。あ、古い名残ありますよね。ある。言われてみればわかるし、ね、何80年代終わりか90年代みたいな感じ。あのタレントショップとかないし。あ、それでかいですよ。だからタレントショップできてちょっと変わっちゃったんじゃないですか、クレープと、ね、当時はなんかどっちかというと芸能人 のポップアップショップみたいな。あ、それこそタレントショップみたいな。タレントショップがとかの漬物屋とかってあったね。たけしさんの店とかそうそうあったかも。それ80年代ですよね、多分80年代、うん、でも確かにちょっとそうですね、僕的にはやっぱり80年代のまあ、ひろし君とかかんちゃんとか、うん、まあ、その辺、あたりの、まあ、トシちゃんとかもいましたし、うんうんうん、そういうストリートの盛り上がりって僕はすごい感じてたんですよ、うん、でその後アメカジブームが来て、うんうん、でアメカジってなんかちょっと音楽とかカルチャーとはちょっとあまりリンクしてない、ムーブメントだったような気がしたので、ストリートっぽくないっていうかね、独自、まあ、日本独自のアメリカ人のストリートっぽさはあったのかもしれないですけど、それまでの流れとはまた全然違った形だったんで、一回こうカルチャー的にはちょっと落ち込んだ感じに見えたのは僕も同じ印象ですね。90年代原宿何もなかった時代ですよね、多分ちょうど。ちょうど あんまりそんな人がいなかったっていう原宿。あの裏のあたりは、ね、裏のあたりか、うん、チャットストリートとも誰も呼んでなかったもんね、多分ね。あ、そう、うん、原宿でもやっぱ洋服屋とかじゃないですかな、ホーレ。買えないけどロボットも眺めてました。あ、そう、デプトとかもありますね。あ、そうだそうだ、そうだ、デプトとかもあって、あ、ね、まあ、デプトが82年ぐらいにできてたから、うん、デプトにすごい通うようになって、うんうん、ロボットももちろんあったんだけど、うんうん、じゃあやっぱ80年代から結構若い人が集まり始めてる感じなんですかね。そうですね、まあ、とりあえずは原宿に、うん、あ、東京に来て、うん、ロボットとか、うん、あとスマッシュ、スマッシュとか、うん、でパン形式っていうのはダブルデッカー、マルタマとか、そういうロックパンクの洋服屋さんとかしか行ってなかったの、うん、その頃はまだ音楽がよく聞こえるような街でしたよね。しんちゃんは多分ヒロシと知り合ったの80年代で紫でっつって、その時ロボットに連れてかれて、ロボットにパランページあったっつってたの。その時ロボットにそうランプ作ったって。86年ぐらいでしょあれ。そう多分86年、ね、多分だからなんかスケーターの連中みんな原宿が割と遊び場だったみたいな感じで、ね、第二次スケーターブームですけど、なんででしょう、店がそこしかなかったからね。しんちゃんも言ってたでしょ、だから、はい、どうも竹下通りにお店いつも、はいはいはい、あのそこでひろし君あったし、あ、なるほどなるほど。だいたい日曜日にその歩行店があるんで、うん、それを軸にみんないろいろなんかジャンプランプっていう台に飛んだりとか、うんうんうん、そういうのを見に来たり、うん、その集まる場が歩行店だったんですよ、うんうん、あとその今でいうキディランドとか、うん、あの前あたりも作ってたか、いや、なんかただ滑ってただけですね。だからなんかモデルさんとか、あと大川ひとみさんとかもそこであったっす。ああ、まあお店が、そう、それでジョニオ君紹介されたりとか。でももう子供っすよ。でひろし君もだからホコ天で一緒に滑ってて話しかけられたのかな。うん、あの、はい、それで仲良くなって、うん、でやっぱ かっこいいっていうかおしゃれだし、なんかいろいろ知ってるから、うんうんうん、もう金魚の糞みたいに、うんうん、教えてもらおうみたいな、はい、言われてみればそうかもしれないですね、うん、スケートボード、やっぱ紫スポーツじゃないですか、やっぱそうか、はい、じゃあそこはヨッピーとか一緒だよね、はい、でも最初は本当に、なんでしょ こう前例があんまりなかったような気がしたので、そこでこう思い起こして、あのピンクドラゴンの本を読んでみたりっていうことはしましたね、結構ね。あ、それはその
どういう気持ちで姿勢でやってたのか、そう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 、どういう流れでどうなってたんだろうとか、やっぱすごい成功してたのを目の当たりにしてたんで、うんうんうん、どういう、 こう時代背景でストーリーでどうなったんだろうっていうのはもちろん興味あったんで、うんうんうん、その辺は見たりしてましたね。そういう、まあ、先輩方のやっぱりクリームソーダがやっぱりそうなのか、どっかで、いやほら原宿やっぱりクリームソーダだから、やっぱなんかそれは言ってた、それのね、うん、がやっぱり一番、うん、なんかピリッとするものはそこだったしみたいなのがちょっとあった感はありますよね、うん、クリームソーダはね。やっぱクリームソーダの存在がやっぱでかかったから。クリームソーダでしょ、俺原宿って言葉はクリームソーダで知ったんだもん、うん、エイプとかってあれ95年ぐらい93年、あ、もう93年そうか、4月の1日に、うん、ノーウェアがオープンです、ね、ああそうか、あじゃあそエイプその後で10月ぐらいにエイプが発足した。じゃノーウェアがオープンした時は本当何もなかったんで、家賃10万だったから確かマジか確か違ったかな、40万だった、いや十何万だった気がします。90年代始まった時は本当何にもなかったから、うん、多分家賃も安くて人もいなくてノーエアがオープンできたんじゃないですか、うん、94年以降は来たよね、うん、多分、うん、裏腹バブルみたいになってきたんだと思うんだけど、うん、最初の頃に90年にグッドイナフができて、はい、さっきちょっと事務所にあるものだけなんだけど、これそういうの持ってきたんですか、それすげえだ、あったあるんだ、たまたまここにこれ当時初期の頃に俺、はい、恵比寿でみんなでまだマックとかなかった頃に、はい、コピーして作ったんだ、かっこいいのこれ、ね、いいじゃんこれ、これは覚えてるけど、うん、でだからこれが90年ぐらいだったんだよね、ちょうどこれでもロンディスですか、売ってたとこね、ロンディスってあったね、かそうか、あれ微妙に原宿、原宿じゃ原宿ですよ、か恵比寿 ELTELT か、あ ELT, ELT はもちろん渋谷の方ですよね、うん、原宿で売ってる感じはでもあんま、あでもなかったかな、うん、そうだね、うん、原宿感はないよね、原宿感はあんまないかも、みんながなんかやり始めた、裏原前ですね、うん、プレ裏原ですね、うんうん、きっかけか、プロト裏原、うん、90年代にはもうだってデビューしてたじゃん、知ってるけど、はい、知ってるけど、それはそれはさ、今考えると周りの中ではやっぱり一番早かったよねどう考えても、あそうですよね、うんうん、自分でライブ、自分たちでライブも一緒にまあやったりしてたけど、どっちか原宿より下北沢とかで遊ぶことが多かったで、でも原宿ね、まあ事務所結構原宿だった、ね、あそうかそうか、うん、そうだよね、そうなんですよね、やっぱ最初にあのノーエアができた時に純くんと、ニゴくんと、あとその中にこう自分の 40% っていうブランドを入れてもらってリリースしてもらった時だったんで、そのあたりですね、やっぱり印象が強いのは、40% そうだやった時ってあれ何歳なんだ、あれ高校生なんで、それはすごいことだよねそうね、今ではもうサクセスな、いやそうですね、す92とかサーカ92ぐらいです、で93に、正式に多分売り出したと思うんですよね、農家で。Well, I mean, GFS was myself, Stash, and another guy named Gerb. Yeah, yeah. We were doing that brand from, you know, early 90s. Mm-hmm. When we arrived in Tokyo in the mid 90s, we had already left GFS behind, and we were doing a new brand called Project Dragon. So we...But I mean, it was really me and Stash who were the brand that people associated with, you know, oh, that's them. And we were surprised. Well, we had distribution in Japan of GFS. And luckily, you know, I met Nigo and yeah, Hiroshi and Junio and whoever, right? And Skate Thing. Mm-hmm. But I was so impressed with the work, you know, how hard people worked. Yeah. And the talent, you know, the level of,Like how good you guys all were, I guess, you know, we were there in the 80s with the movie Wild Style, which was, you know, the first kind of, I think it was maybe 84. And then we were there for another art show in the 80s. And, you know, I'm old enough to be there in the military in the 70s. So, you know, my history in Japan is very old. 93年頃にの
末頃にヘクティック始めることになるんですよ。ヘクティックの始まりって93末ぐらいです。それで表立っては94年にしてるんですけど、うんうんうん、動き出したのは93年なんですよね、うん、それを始めたきっかけは何になるんですか。それはあのマガラさんとの出会いですかね、うんうん、あのゴールドとかでスケーターズナイトやってたじゃないですか、うんうん、ステューシーとかやったね。それこそもうステューシーのやつやったね。スケーターズナイトがすごい社交の場で、うんうん、まあゴールド全盛期というか、うんうんうん、92、3、はい、それで、はい、なんか洋服とカルチャーとなんかスケートボードで僕は多分そのいろんなものがこうなんか、うん、点と点だったのがだんだん三角っていうか、うん、になって、まあ、ヘクティック始めて、うん、で そうですね割とでも僕はその文化っていうよりかなんかのりのセレクトショップみたいな方だったんで、うんうんうん、はい、なんか何も考えずっていうかもう本当にど天然で欲しいものを買ってセレクトしてたっていう感じですかね。うち94年なんですけど、うん、はい、94年ですね。なんだろう、でも本当に なんかこう自分たちの街感がすごい強かった気がするんですけどね、今思っても、うん、必ずみんな誰かどっかでやってたりとか、うん、その90年代で一番一緒にいた友達というか、まあなんかよくいた、まあ、今でも変わんないと思うけど。そうですね、でもやっぱ鉄、西山鉄、うん、とは一緒にバイク乗ってたりとか、うん、したりで、まあその流れでネイバーフットを立ち上げたりとかはしたんでですかね。でまあ90年代半ばになってくるともう本当にいわゆる裏原宿のメンツと一緒に遊んだりってことが多かったですね。なんかみんなんもう近かった気がする。うん、日本のとこ行ったり、しんね、スケシンちゃんのとこ行ったり、うん、タキシンのとこ行ったり、なんかね、みんなこうあの時は近かったから回ってた、それでこう流れができたのかなみたいな、うん、いやもう ほぼ今の付き合いの軸はそこです。だから今も付き合ってる方はみんなそこ、うん、その時代にあった方々と続いてる感じです、うん、それが今やほぼないんじゃないですかね。あのスケーターでひろし君たち、うんうん、と遊ぶようになってっていうのが、うん、それは80年代だもんね。そうです、80年代です。すっごい若かったよね。まだ中学生だったんで一番年下でしたね、うん、はい、その頃はもう90年代にその、まあ、グッドイナフとかファッションとかがこう始まるとは全く誰も思ってなかったと思うんですけど、90年代はそうですね。だからやっぱりなんか仲間内のことしかなんとなくこう、うん、記憶にはないかもしれない、まあ、その仲間内でやってたことが割とひどくなってったっていうのが90年代だと思うんだよ ね、はい、ブランド I really liked was called Good Enough. What I liked about it was that they didn't release like a collections of clothes, so they just released liketwo or three items, and they were always, it was always sort of exciting what they were going to release, and they were always good quality, you know, some were expensive, some weren't expensive. It just always seemed to build and build, and the, you know, the graphics were interesting, the quality was good, and it was, you know, it was, I liked it.Hiroshi and Nobu, they showed me a lot more stuff about Tokyo, about the food and about fashion and about you know, and about the things that they were involved in and interested in. Banana boats and propeller and A-Store robots.And I went to Yoyogi Park and I saw the Takenoku Zoku. It was small, but I you know, I didn't really realize that people that I met sort of knew all the people that I was going to know for the next
you know, for the next, you know, for the next few decades. そんなに僕も住んでたわけでもないし、そこまで知らないけど、まあどの時代も僕は好きですけどね。その前のだからフォーレがすごい盛り上がってた時も面白かったし、でその後のじゃあその90年代半ば以降で、まあ、とにかくその浦原宿が浦原宿みたいなの盛り上がって、キャットストリートみたいなのも人がすごい、お店がいっぱいできるようになって、まあ、ヴィトンだったりとかシャネルだったりとかそういうものが来てって感じですよね。リーマンになったりとか、そうか、それまでそんなにみんなそういうハイブランドとかもなかったね。もちろんこの表参道ヒルズもなかったし、ですね、何歳だ、多分17歳ぐらいじゃないですかね、16ってことはないかな、でも16か7ぐらいで、あの当時バンドやってたんで、え、知らない、あ、田舎でね地元でバンドやってたの、そうなんですよ、パンクバンドやってて、初めて知った。でそれで東京に一番最初に行きたくなった理由がドクターマーチンを買いに行きたいっていう、それが一番最初だったんですよ。ドクターマーチンを最初に、知ったというか、知ったのはどのなんかドクターマーチンの前にエアーソウルっていうのを知った、ね、多分、ロボットとかジョンソンズとかのソウルでエアーソウルっていうのがあって、僕のイメージの中ではそのエアーソウルイコールドクターマーチンがやってたというか、ドクターマーチンソウルとかも呼んでた、高校生ぐらいの時かな、ジョンソンズロボットの靴、あれは18歳ですかね、初めてポパイかなんかのね取材受けた時にドクターマーチンの茶色履いてました。今も覚えてるんですけど、ギャップのデニムにドクターマーチンの茶色の何ホールだろう、ちょっとハイカット、8ホール9ホール8ホールかなんか履いて、あのその頃よく海外修行にスケートボード行ってて、サンディエゴとか、ハワイ、サンディエゴ、ロサンゼルスで、多分どっかしらの多分影響されてるんですかね、バンドのギグとかもよく行ってたんで、スケーターの人が誰か履いてたのかもしれない、こともありそうだね、もしかしたら、はい、多分だけどスケートボードあの80年代ぐらいからやってたんで、その時に、もうすでに知っていて、スケーターで履いてる人を見てマーチン履いてスケートボードするんだとか思ってたぐらいだったと思うんで、スケートボード始める前だから80年代前半に、何で見たんだろう、ポパイとかじゃないですかね、わかんない、おでこ靴とかそういうやつですかね、あのビルダーフォースって、まあ、スキンヘッドのスケーターがいて、入れ墨の子バーッと、当時だけどあのヒロシ君タイニーパックスの時にその人のシグネチャーデッキ乗ってました、そうなのか、はい、分かってた彼がその、まあ、これ8ホールなのか何なのかみたいなものを履いてやってたような印象ありましたけどね。80年代これそれこそ僕あおでこ靴ラストオージスとかあの感じタイニーパンクスから知りましたよ。あそこのこの先っぽをスチールキャップ出してっていう、それで知りました。ポパイか、ポパイとかかな、履いてた、俺履いてたな、普通に履いてたっけ、でもスチールキャップだったかどうか分かんないけど、ドクターマーチンのやつ履いてた気がします。え、で哲くんが最初に買ったドクターマーチンは何だか覚えてますか。テンホールかな、テンホールだったと思います。でテンホールとエイトホールで黒で、エイトホールの時にチェリーでっていう感じですよね。でなんかね、そうなんですよね、あのかっこよく履いてる人すごいかっこよく見えるじゃないですか、なんかこうボロボロになって、でなんか女性とか履いてるともっとかっこよく見えたりして。最初買ったのは多分大学1年とかで、だった気がします。自分でお金を持ったタイミングが大学生だったんですけど、
やっぱそれなりバンドやっててやっぱりライブで履こうとか思ったりしたんですか。なんかスニーカー以外のおしゃれするときにそういう選択肢になってくるんですよね。でそれで買った覚えもあります。でも最初はピカピカじゃないですか、うん、でもみんなクサクサで履いてるから、うん、まあでも新しいのが欲しい気持ちはあったんですよ。だからこれをクタクタにしてやろうみたいな気持ちありましたね。 In the 60s I would go to jazz clubs、wow. and I would still wear Dr. Martens. At school you had to always break in your shoes and so、we were used to wearing a shoe which、you know, would be tough leather and then as you wore it it would become more and more like a slipperAnd that was the case with my Dr. Martens. マーチンはでもクラッシュかな。うん、まあ、ピストルズね、ちょっとマーチンな感じになって、まあ、シドも履いてる時はあるけど、なんかどっちかというとクラッシュな感じですね。マーチンは。その後すぐハードコアのマーチンみたいな、エクスプロイテッドみたいな感じなんですけど。そうですね。なんかジョーストラマーが履いてるっていうイメージがやっぱ強かったですね。最初は。渋谷に。ラモスカっていうお店があって、うっすら覚えてるな。何がメインの店だったっけ。でもラモスカそこやっぱハードコアパンクの服とかがメインで、 T シャツとかで、そこにあの当時あのカタログ、コピーのカタログをこう定期的に撮ってたんで、そこにドクターマーチのブーツが映ってて、やべ、見に行きたいと思って見に行って、でその時でも高くて買えなかったんですけどっていうのが最初でしたね。じゃあそのドクターマーチンに対して感じてたことは、そのやっぱりハードコアパンクからとか、パンクのハードコアパンクのパンクスが履いてたからとかの影響。そうですね、パンクスとか、あとはやっぱりロンドンの当時のパンクスとかの写真見るとみんな履いてるじゃないですか。それが一番あの憧れのブーツだったんで、それが最初ですね。普通に妻が僕ドクターマーチン好きだったんで、あのバイトで入って、そこから就職して、あの食べていけない時、グラフィックですごい家庭を支えられましたよね、ドクターマーチンで。そうなんだ。はい、なんか結構そのもちろんドクターマーチン靴自体も好きだし、あのライブハウスとか行くようになった時に、先輩だったり自分が見てるバンドの人が入っててかっこいいなとか、バイト代貯めて自分で買ったこともあるし、あのですけど、なんかそれもあるんですけど、なんか個人的にすごい思い入れがあるブランドですよね、うん、はい。学校の登下校は、うん、マーチンを履かせていただいてました。学校の登下校、あ、そうですね、高校の登下校のその革靴を、うん、マーチンを、でも黄色がダメで、黄色いこうステッチがダメで、うん、あのマッキーで塗って、これ黒だからあ、真っ黒にして、真っ黒にしてマーチンを履いてました。それなんでマーチンを選んだの。その時はそのなんか中学から高校までティンバーとベイブスターみたいな感じは、もう私服はもう全部それだったんですけど、うんうん、なんかそのさらば青春の光とかを見たんですよね、その高校の時に見て、なんかかっこいいなこの人たちみたいな。でもそのドクターマーチンの商品として買ったのは、初めてロンドンに行った時に買ったかな。その初めてロンドンに行ったのはいつだっけ。あれ82年、1982年、うん、それ買った時はキャムデンの駅の横にある、うん、なんかそのドクターマーチン専門店じゃないけど、そういう靴屋があって、この前行った時に今でもあったんで、うん、やっぱりこうどっちかって言ったらその、まあ、クラッシュも履いてはいるけど、うん、やっぱハードコアのイメージがすごいなんか多くて、うんうんうん、すごい憧れるのは憧れるけど、うん、なんかこうスタイルがあんま、ね、日本人だしスタイルも良くないから、あれ足が細くて、うん、なんかこうなんかピュッて人がパチッてかっこいいじゃないですか。だってポール・シムの写真見てかっこいいけど俺履いちゃいけないなと思うでしょ。あれずるいじゃないですか、あんなかっこいいので、なんかちょっとあんまそんなにガシガシは、でもかっこいい人とかみんな履いてる感じがあったかな。なんかでもかっこ、うん、似合う人はすごい似合うし、うんうん、だってあんだけ昔からある靴でまだずっとあるんだからね、うん、すごいですよね。 So
I had a pair、that I wore to school in the 70s. Maybe before, maybe 74, 73, like around that sort of time. I think Dr. Martin, a little bit expensive for me. Is it expensive? No. So in, like that means in、the UK, there was a football culture.、The Dr. Martins were connected to a kind of football culture、because、they were trainers. There weren't that many people that wore trainers for non-sports purposes. It spilled over into like fashion for boys. And it was a rugged shoe. It was a kind of tough guy's sort of look.、そうですね、コラボレーションでなんかそのそれぞれの DNA をこうなんだろう、こう持ち寄って作り上げていくようなことだったと思ってたんですよね。まあ当時はコラボレーションって言い方してなくてダブルネームって言われてた。ああ、そうだったねダブルネーム昔はそう言ってたんですよ、ね、そのドクター・マーチンとね、僕今日入ってきたけどコラボもしたりしてて、はい、そういう、コラボレーションしたことに関してどういう思いとかした時とか。いや、なんかでもやっぱとにかく嬉しかったですよね。まあ当時ももちろんすごい好きだったんですけど、いまだに僕はすごい好きなんで、まあそれが実現した時はすごい嬉しかったですね。これ実は、ドクターマーチンとダブルタップスがコラボレーションするのは、2回目なのかな。1回目がまあ、イングランドの工場で、作ったいわゆるこうクラシックな手法を用いたチェリーの8ホールだったんですよね。なんで割とこうスタンダードな形を1回目はコラボレーションして、まあ、2回目は60周年 の, ド, ラあのドクターマーチンということもあって割とこうハイブリッドな風なデザインでリリースしたっていう形ですね。この色とか見るとだっていわゆるドクターマーチンというよりもなんかそういうちょっとこうサイバーパンクじゃないけど そういう感じが、割となんかその80年代 の, その僕の原体験というかファッションのドクターマーチンをした時のファッションのテーマ、多分カンさんとかもポパイのあれやられてた時だったと思うんで、こういうのでショーツとか、なんだろうな、バッファローっぽいこうそういうなんかあれがあるんだと思うんですよ、僕の中のこうあれ、ね、染み付いてるかもしれないですね、ロンドンのね、はい、やっぱあそこのバンドとやりたいなって、それが最初今日着てきたもん、ディスチャージとかもね、やっぱそうだし、あとミスフィッツもやれたりとかしたし、あとはミッキーマウスとかもいろいろやるし、でも結局なんかそういうのかな。でなんかこう簡単なとこじゃなくて、だからハードルが高ければ高いほどなんかこうすごい厳しいところのコラボがやれると、ああやれたんだけどみたいな、それが欲しいんですよ俺。コラボしたのはニューバランスの靴とかをコラボさせてもらったんですけど、でもその前にも水野さんからスケートシューズ出してたんですよね。そう、水野から3フィートハイっていう靴を、それもデラソールの、そうだね、はい、なるほど。それ作って、そう、それスケシンさんにデザインしてもらったりとかして、昨日やり取りしてた、今キーホルダーを作ってたんですけど、キーホルダー、あのニューヨークのキータグ、あ、バリアスキータグかな、なんかそういう会社の人と、でそれできたのはちょっと嬉しかったかな。なんか前ニューヨークに行った時にフラッと入って買って、でそれは好きだったからつけてて、でなんかネットでオーダーできるのを知ったんで、それからちょくちょくたまにオーダーしてたら、藤原宏って藤原宏だよねって言われてそうだよって言って、で一緒に作れるようになった。やっぱりあれか、自分が今やっぱり使ってたのがそうやってできるのが一番嬉しかったですよね。そうね、で一番最初にポーターとポーターって、
うん、当時はカズさんと私、うん、ポーターと、エイプと、うん、で、まあ、僕はネイバーフットの仕事もしてたんで、うんうんうん、ネイバーフットとなんか手帳を作った時だったんですね。なんで今度3社なんでトリプルネームだってなってすごいなんか嬉しかったと思ってますね。それ何年ぐらい？いやそれもまさに90、仕掛かりですね。ネイバーフットの96ぐらいだと思うんですよ。手帳作ったんですよ。じゃあまだその時コラボなんて言ってなかったんだ、ね、言ってないです、はい、そういうぐらい覚えてるってことは。ダブルネームです。それがトリプルネームになったんで。ショップテクニックっていうショップで覚えてるから、うん、原宿の Yeah, sure、はい、Of course Yeah, もちろんです。 Yeah, yeah, yeah、you know, like, because, you know, Stash was really、you know, he was more into the kind of retail, you know, the physical shop、mm-hmm. and, you know, how the shop was going to look. And we were also working with Hectic at the time.、but yeah, technique, sure. I remember. Yeah. We bring this. Remember this? Yeah, of course.、that's basically product.That's packaging, right? One word, that's packaging. Because the bottom of those cans pop off. On the bottom, you can pop the bottom off. So, I mean, and that's Nigo-san, you know, with an idea about how we could package t-shirts. And in the process, using the vessel, you know, the spray can, it's like the paintbrush of our culture. So, and...What was kind of genius even about that? 東京出てきたのは何年なんですか？東京出てきたのが7年前ぐらいですよね。でバウンティーハンターもよく行ってたって話も。バウンティーハンターは大阪いる時から大好きで、うん、東京出てきてすぐも一番最初にコラボレーションしてもらえたのもバウンティーハンターだったし、もらえたというか一方的に自分が絵を持ってって、使ってほしいですって持ってったんですけど、もちろん二号さんが作ってるものもすごい好きだったし、ひろしさんのひろしさんのお店に行ったりとかはなかったですけど、雑誌で見てた本当にダブルトップスの鉄さんとかもみんな結構こう本当原宿のカルチャー好きだったんで、なんか自分の中で本当こうアイドルみたいな存在でしたよね、ずっと。90年代 の, その原宿の、まあ、例えば二号くんなんか一番最大のもんだけど、音とファッションって結構彼の中ではくっついてたと思うんだ、はい、でそういうものの影響っていうのもある、そういうファッションって、はい、そうですね、なんかもう本当にファッションのアイコンは常にラッパーでしたね、その学生時代の頃は。なので今もそれは自然と残っちゃってるのかもしれないです。なんかこの服もジョニオさんのアトリエ行って着てっていいよって言われたワールズエンドなんですけど、なんか多分この服とかあっても飾ってても服がかわいそうだから着てあげてみたいな感じで行ってもらって、多分これ相当なものを受け継がせてもらってるんだろうけどいいのかなみたいな、まあいっかみたいな感じで、多分本当に好きで裏原カルチャーを追ってたりしたらマジでリビングレジェンドすぎて、普通にこうやってお話しさせてもらうことって難しいと思うんですよね。だからこそ多分スルッとこう皆さんと仲良くなれたっていうのもあると思うし、全然なんかいい意味でなんだろう、気使ってないというか、もちろんそれで知り合っていろんな服も見させてもらって、それぞれが何をしてきたのかっていうのも後から知ってめちゃくちゃ尊敬してますしリスペクトしてますけど、あんまりいい意味でそこ の, 過剰なリスペクトはないです。サイアンツの雑誌の話もこの間してたわ。これに全部出てんだ、なんか当時今のあるようなものは。それ98年かな、こっち96年かな。これはだから今の原宿のところ元ネタがいっぱい出てるってことだ、うん、そうそうそう、割とみんなでアメリカ行ってるやつ、それはアメリカ行ってるやつ。この辺はだからレッド・イット・ライド、ネイバーフッド、あなんかとにかくステューシーがやっぱりでかかったのかな。ステューシーはあれ80年代に出てきたけど、あれそれはあれでかかったね、あれでかいよね、あれがガツンとみんな自分たちもできるみたいなのもあった、落書き的なもんというか、うん、あれが大体大きいんじゃないの、やっぱり大きいんじゃない、自分たちでできるみたいな、この文化みたいなのがこの時に
あって、それはまあ脈々と受け継がれてるんじゃないかなみたいなのがちょっとあるんだけど、なんかやっぱりそういう Do DIY みたいな Do it yourself みたいなパン、うん、パンクみたいな気持ちになって、パンクっていうか、うん、俺でもやれるってなったのかもね、うん、こういうのバーって、うん、いっぱいいろんなの今のあとやりたいお店やってる人たち、俺もやりたいやりたいみたいな、あ、そのお店やってる、もしかしたら今の世代はそうかもしれないですね、こういうウェア売りたいみたいな、多分、うん、その先駆けは多分2号とかがやったようなこと、うん、日本でも海外で結構持ってる人いますね、アメリカとかで若い人がこういうものを、うん、こういうものを、うん、こういうの見てみんな勉強してますね、これ今、うん、へえ、めちゃくちゃいっぱいいるよ、それで集めてる人、オタクっぽく90年代のこういうアサヤンとかそういうブーンとか、ブーンとか、うん、うわ、隅から隅まで勝手に読んで、字読めないから、うん、勝手に解読するんですよ。語読の感じ、ああ、俺とかも昔英語で。僕らは逆に昔英語の方を見てるみたいな。勘違いして、勘違いして、覚えちゃったんです。曲解して、察して、うん。今でも、ことでもいいんですけど、はい、原宿って、ヨピにとってどういう存在ですか、そういう原宿という街は。なんか、安いですね。なんか、子供の頃からいるから、なんか、いやすいっていうだけですかね。なんかずっと若い町感は若者とか一回通りたいみたいな、通過しときたいみたいな、あとちょっとこうね、シャンゼリゼ通りとかにも似てるじゃん、なんかそっちはね、表参道、まああと厳かなところもあって、うん、明治神宮とか、なんか難しいですけど、なんか本当にこうなんかこうチャンスとかこう想像、なんか夢みたいなことが今でも起こるような街なのかなって思ってますよね、自分は。はい、でも清潔感があって好きですね。はい、なんかどっか他は不潔なとこいっぱい見てきたみたいな。いや、なんか新宿とか渋谷で感じる不潔な感じがないっていうか、コロナ関係なく割と早い段階で人いなくなるじゃないですか、原宿って。8時過ぎたらどこも閉まっちゃうみたいな、うん、夜の街感がないもん、うん、あのし本来のあの原宿の静けさみたいなの結構好きですね。多分清潔感がある街だからこそファッションともリンクする部分もあったと思うし、うんうん、なんかあの清潔感好きですね、はい、一見怖いというか入りにくい敷居が高い場所だったんですけど、こうパッとこう遊びに来たらみんなこうちょっと温かく迎えてくれるお兄ちゃんたちがいた街っていう僕の中の印象ですね、学生時代の時の印象は。実のところあんまり原宿っていう場所はあんまり好きじゃなくてですね、で当時そこに出すのかっていうぐらい驚きをがあったのを記憶してるんですよね、要はノーエアが。でトモ君とジュン君がそこに出すって、当時はなんかどっちかというと芸能人の、ポップアップショップみたいな、あそこはタレントショップみたいな、タレントショップがとかの漬物屋とかってあったね、たけしさんの店とか、そうそう、ああいう場所だったんですよ、あの梅宮達郎のなんであんまりこう80年代そういった印象だったんで、あんこう執着がなくて、うん、で実際こうオープンして間もない時に、あ原宿に開けたんだって印象ではあったんですけど、まあいつの間にか自分たちの店もそこに出すようになって、うん、いる場所はあそこで10年間はずっとあそこにいたんですよね、僕らも。いや本当に90年代ですね、僕にとっての本当に街としては昔も今も一番好きな街には変わりないですね、はい、でもやっぱり一番最初の本当にカンちゃんとかトシちゃんとかヒロシ君に憧れて原宿に来たっていう印象がやっぱり未だにあるんですよ、すごい強く。だから多分それがずっと引きずってるんで、なんか本当に好きな街ですよね、はい、僕はなんかそう住んだことないからいつかは住みたい街っていつかは住みたい街、まあ、そういう感じじゃないですか、いつか住んでみたい、うんうん、もしかしたら住んでみたい街ありがとうございます、うん